仙壇寺は、愛媛県西場市に所在する高野山真言宗の寺院。正式には、よ、田山洋院仙壇寺と講師、通称、四田役師である。本尊は役師如来立像。新四国万羅郎城三十六番札所。ご栄家、春る,ると登りてみれば、四田の山瑠寺の光の源なりけり三門西場市と、今治市の市境にあるよ。 田山の東側の標高58メートルあたりに、ふもと寺があり、標高280メートルあたりに、本堂のある、本来の寺地がある。伝承によれば、奈良時代の人気元年に、京気が四国を巡釈している檻に、与田山上に、薬師如来の姿を見つけ、仙壇の木にその姿を刻んだという。寺院の名称は、この伝承に由来する。 その本尊は美の竹九尺の立像で秘仏であり、最盛期は、松寺十二坊を数え、山岳仏教の拠点として栄えたと言われている。中世にはよ、田山の山上に、よ、田城が築かれた。よ、田城の名は、太平記、菅二十二、よ、田山の合戦に登場する。南北朝時代の三百四十二年を守るべく、奮闘史城主として、よ、田城を守っていたが、 北朝方の細川より春の大軍一万余儀に、攻められ落城し十七勇士と共に切腹した。また、室町時代に入っても、細川氏と河野氏の戦いがよ、田山城を舞台に1364年と1479年の二度の対戦がある。昭和2年標高280メートルあたりにある本堂を奥の院とし、大師堂と三保高人堂を三六に移し本号を構えた。 さらに、令和3年36に本堂を新築し、本尊の薬師三尊と十二神章を潜座した。なお、旧本堂へは、本坊より約1キロメートル約40分の遊歩道が整備されている。夏の土用の牛の日には、江戸時代より、給リ火事が行われている。与田山は、愛媛の自然百選に選定されており、瀬戸内海国立公園の一部になっている。 薬壺の東本望エリアより、約650メートルの登山さらに、約300メートルの登山さらに、約400メートルの登山35、見法寺36、仙壇寺37、ホッケ寺。ありがとうございます。